おはようございます、モーカさん。おはようございます。おはようございます。はい、リエさん、おはようございます。リエさん、おはようございます。マユちゃん、おはようございます。今日はニコ生がですね、メンテで、ニコ生メンテですね。はい、おはようございます。今日は曇っててですね、あまり空が青空ではないんですが、今日はここに来ています。今日、ゆうさん、おはようございます。のび太さん、えびさん、それからはるきさん、あやさん、のざるさん、おはようございます。今日は来るときですね、こういう、なんて言うんでしょうかね、まあ、その、ちっちゃな花畑まで行かないですけど、小さな花の、この、花絨毯って言いましょうかね、その花絨毯を歩いてきました。ジャンクさん、三年さん、リンリンさん、それから納豆さん、コレクニさん、春野さん、四番さん、あやさん、おはようございます。おはようございます。やっぱりちょっと YouTube は難しいかな。ちょっと YouTube はやっぱりちょっと難しい。タマさん、おはようございます。今日は涼しくて、夜はちょっと暑かったような気がするんですが、今はとても涼しくていいですね。彦さん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。今日のタイトルは命とは何か、命とは何か、聖書の一番のタイトルは愛です、ね、一番の聖書のトピックは神の愛、神の愛がトピックですが、まあ2番目といったら分かりません、2番目は命ではないかなと思います。まあそれはちょっと2番か3番かちょっと分かりませんが、聖書の主張は命です。そしてその命とは何か、田島さん、おはようございます。市長への手紙で公民館で主戦場の上映会を行ってくださいと要望しました。ありがとうございます。素晴らしいですね。主戦場という映画は慰安婦問題を取り扱った、映画で、全国30カ所ぐらいでやってます。皆さんの近くでやってる可能性がありますから、ぜひ皆さん、調べてみてください。主戦場というホームページがあります。その主戦場というホームページの下の方ですね、下の方に、全国の上映映画館が書いてありますから、皆さん近くにあるかどうか確認してください。まあ、上映時期もありますので、もう上映が終わっちゃってるところもあるかもしれません。サブレさん、おはようございます。聖書にはですね、旧約聖書の方ですが、私は命と死を置く、命と死を置くという箇所があります。神様は私たちに命とは何かを知ってほしい、命とは何かを知ってほしい。狂犬さん、おはようございます。私たちは漠然的にですね、肉体の命、肉体の命を
連想します。もちろん肉体の命は命ですが、しかしその肉体の命だけが命ではなくて、本当の命と言ったらいいでしょうか。本当の命というのがあるんです。神様はその本当の命を、教えたいんですが、その肉体の命を通して、肉体の命を通して本当の命を教えたいんです。本当の命とは何か、それを今日のタイトルはそういうことです。サブレさん、上映場所神戸なので遠い。ああそうですか。ぜひこの映画はですね、もう本当に全ての日本人が見てほしい、全ての日本人が見てほしいと思うぐらい素晴らしい映画なので、ぜひ皆さんちょっと遠くてもですね、ちょっと頑張って行ってほしいと思いますが、そうですね、牧師のおすすめ映画、牧師のおすすめ映画主戦場ですね。そしてですね、神様は命と死を置く、命と死を置く、命を選びなさい、命を選びなさいというのが聖書の主張です。私たちは肉体の命を持っていても本当の命を持っていないんです。それをちょっと説明します。例えばですね、ここにスマホがあります、ね、スマホがあります、これをですね、トイレに落としちゃいます。私は以前、去年ですか、プールに落として壊しましたけど、これをトイレに落として 水に浸かるとですね、スマホが壊れてしまいます。この治ることもありますけども、私のスマホは治らなかったんですが、スマホがですね壊れちゃうと、修理することも可能かもしれません。でも、修理ができない時もあります。そういう時はですね、このスマホは使い物になりません。その壊れたスマホとして、廃棄するしかないわけですが、つまり、この壊れたスマホはですね、私たちの言い方で死んでいるとか、生きていない、生きていないとか、そういう言い方しますよね。機械でさえもう、壊れたら死んでいるとか生きていないとか、そういう言い方をします。つまり生きているというのは、機能してるかしてないかという意味合いがあります、ね、機能してるかしてないか。マルコさん、神様はあなたを愛しています。地獄も、愛しているあなたを傷つけさせないため、そうですね、お釈迦とも言いますね、お釈迦とも言いますが、つまりですね、命というのは何か反応するとか、ね、反応するとか機能するとか、そういう意味です。死んでいる動物や死んでいる人間はですね、反応がありません。生きてるならばこう動物を触ったり人間を触ったりすると反応があって、ヒュッてこうね動いたり、逃げたりするわけです。私たち、ね、その動物が生きているかどうか、昆虫が生きているかどうか、ちょっとこうつつくことがありますよね。つついて生きてたら何か動く、死んでたら動かない、ね、それで生きているかどうかを、判断します。医学的にはですね、心臓が動いているかどうか、瞳孔が開いているかどうか、脳が活動しているかどうか、そういう医学的な生きてるかどうかということを判断します。私は歯医者なんですね。今現役ではありませんが、歯医者なんですが、歯医者はですね、歯科に関わる死亡診断書を書くことができるんです。普通は死亡診断書というと医者が書くわけですけれども、
鹿に関係する、ね、鹿にか、まあ、鹿で死ぬってことはまずほとんどないんですけども、まあ、口腔外科なんかでは、死亡することがあります。で、鹿関係で死んだ場合には歯医者はですね、死亡診断書を書くことができます。で、どうやって判断するかというと、さっき言った心臓が動いてるかどうか、ね、呼吸してるかどうか、瞳孔が開いてるかどうか、脳が活動してるかどうか、まあそういう、なんて言うんでしょうかね、そういう見方で死んでるかどうか判断します。そして、この人は死んでるなということが判断できれば、死亡診断書を書くわけです。この人は死んでいる、ね、この人は死んでいると、そのように診断書を書きます。まだ書いたこと一回もないですがね、死亡診断書を書いたことはありませんが、まあ、医者はそれを書く資格があります。でも、それは肉体の死です、ね、肉体の死、まあ、肉体の命、肉体の死ですが、聖書的にはどうでしょうか。聖書的にはですね、こういうことなんです。いいですか。聖書では罪に生きている、神に生きているという言葉があるんですね。多くの人は、罪に生きている、罪に生きているということは、その何でしょうかね、誘惑に反応して罪を犯そうとする反応、罪を犯したいという反応、まあ、それが罪に生きているということです。そして神に生きているというのはどういうことかというと、神様の言葉に反応する。神様が何か命令をしたり何かを言います。その神の言葉に反応すること、神に反応すること、これが神に生きているということです。聖書的な命というのは神に反応するということなんです。多くの人は罪に反応しています。そして私たちはですね、イエス・キリストを信じて、歩むわけですけど、その時に私たちは罪に死ななければならない、肉に死ななければならないというふうに命令されています。それはどういうことかというと、まあ、罪の誘惑、罪の誘惑が来てもそれに反応してはいけない、答えてはいけない、罪に死んで、肉に死んで、ね、肉的なことに関心を持たない、肉的なことに関心を持たない、ね、何かですね、この世的なものに関心を持たない、まあ、それが肉に死んでいる、罪に死んでいるということですね。そして私たちは、皆さんがこの放送に来ているということはですね、皆さん素晴らしいことですよ。皆さんは神の言葉 に反応しているということです。この放送を見に来ている、この放送を聞いているということは神の言葉に反応しているんですよ。わお。ということは皆さん、神に生きているということになるではないでしょうか。肉を求めている人はこの放送を 見に来ないと思いますね。この放送は肉的な刺激がないと思います。ですから皆さんは、神の言葉に反応しているんです。それが、霊的に生きているということなんですね。はるきさん、きゅうちゃんの神の言葉が聞きたくてこの放送を見ています。アメン。困っている人を助けて弱い人の立場に立つのが何よりも大事なことだと思ってます。そうですね。彦さん、そんなことないですよ。信仰結婚で信仰的に子供を設けることはできます。ジャンクさん、人権を覚えてから毎日が楽しい。わお、すごい。人権を覚えて毎日が楽しい。はい、そういうわけで皆さん、私たちはイエス・キリストを信じたときに、イエス・キリストを信じたときに聖霊を受けます。聖霊を受けます。
その聖霊は神の霊です。私たちは、その神の霊、聖霊こそ、神の命と考えます。聖霊を受けてこそ、聖霊を受けてこそ私たちは神にと和解し、神の言葉に、反応し、神のものになり、神に生きるようになります。そして私たちは信仰で歩む、信仰で歩むようになります。それが永遠の命です。それが永遠の命です。皆さん、永遠の命というのは神の命で生きる、神の命で生きるということですが、それは聖霊を受けて初めて可能です。聖霊を受けなければそれはできないということですね。はるきさん、神様はイエス様を信じる者を助けるためにいらっしゃるのでしょうか。イエス様を信じないと助けていただけないのですね。その通りですよ。その通りです。ある人がいますね。イエス様は信じないと助けないのか、ね、信じる人だけは助けるのか、おかしいじゃないかって言いますが、なんか一見ですね、条件付きのように感じますが、その信じるっていうのはですね、結局なんて言うんでしょうかね、神様は真摯ですから、了承を得てるわけですね。勝手に人を救わないわけです。勝手にですね、相手の了承なしに救ったらそれおかしいでしょ。やっぱりあなたを救っていいかと神様は聞いてるわけです、ね。勝手に救わないんです。で、もし救われたいなら私を信じなさいと。で、信じる、イエス・キリストを信じるっていうのは救ってもいいですよという、なんかちょっと変な言い方ですが、救ってもいいですよっていう、許可というか返事ですよね。返事だから、信じないものを救わないというのは当たり前のことです、ね。信じないものを救わないというのは当たり前のこと。なぜかというと許可が出てないんだから、勝手に救っちゃいけない。神様は真摯ですから、ね、人間を勝手に救わない。だから信じないものを救わないのは当たり前です、ね。だって許可は得てないんですから、ね。だから神様は信じないものを救わないのかじゃなくて、許可は返事をしたものを救うのは当たり前だと思うんですが、それこそ民主主義ですね。民主主義です、ね。民主主義っていうのは人の気持ちを、意思を尊重するというわけですから、神様はあなたを救いたいけど、ね、いいかって返事聞いてるわけです、そしてイエス様を信じるというのは、じゃあ私は救われたいです、救ってくださいという返事です。そして許可です。だから、信じないものは救わないのではなく、誰でも、ね、信じたいなら、誰でも救われたいなら、救ってあげるよということですね。はい、ジャンクさん、よかった。小学校の頃洗礼を受けていてよかった、アメン。ジョーカーさん、イエス様のことがよく分からなくてもクリスチャンを受け入れは救われるんですか。そういうですね、イエス様の弟子だということ、イエス様の弟子だということで受け入れるならば、イエス様を受け入れるという言葉がありますから、クリスチャンをクリスチャンとして受け入れるならば、イエス様を受け入れたことになるという御言葉がありますね。実際にイエス・キリストに助けてもらった人っていますか。いや、ほとんどのクリスチャンですね。ほとんどのクリスチャンは、イエス様に助けてもらいました。キューちゃんは死にそうな人がいてもイエス様を信じてない人だったら
見捨てるのですね。そんなことないですよ。そんなことないですよ、イエスもおっしゃいました。隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。イエス様も信じてない人も愛しますよ、信じてる人は特別に愛するかもしれないですけど、信じない人も愛しますから心配いりません。彦さんがですね、死にそうだったら助けますから。都合のいい質問しか答えないのはなぜですか、それは都合がいいか悪いかじゃなくて、その伝道が目的ですから、伝道になるような質問だけ答えます。伝道に、なりにくい、また難しい、答えにくいのはちょっと、省きます。申し訳ないです。その質問の内容によってね、質問の内容によって選んでいます。すべての質問を答えるわけにはできません。助けてもらった人って精神的に助けてもらったんですか？両方ですね。精神的だけではありません。物質的にも助けられた、聖書とモルモン書の違いは何ですか？聖書は神の言葉、モルモン書はジョセフ・スミスが書いた本ですね。神の言葉ではないんです。神様は人の自由を尊重しています。ですから私たちは自由を与えられています。その通りですね。そぼろさん、今日の朝野田さんから電話があって、そのハムスターについて話をしましたよ。クリスチャンのペットは天国で会えるという話をしました。イエス様を信じたら勉強ができるようになりますか？なります。イエス様を信じると勉強ができるようになります。シャンさん、おはようございます。はい、そういうわけで命とは何か、命とは何か、それは神に反応する、神の言葉に反応する、神と共に生きる、神の霊である精霊が、本当の命、まあ、イエス様もおっしゃいました。私が命だとおっしゃいました。ですからイエス様が命と言ってもいいでしょう。神様が命、命の根源のお方、命を与える方、それは神様です。神様が命です。その神様に反応する、イエス様を信じて聖霊を受ける、それが永遠の命を受けるということですね。ぜひ皆さん、永遠の命を、永遠の命を受けましょう。イエスは人であり神であり神の子であります。その通りですね。イエス様は人であり神であり神の子です、ね、ポルテックさん、僕はカトリックダメと言ったのでショックです。ポルテックさん、でも理由を知ってください。なぜそうなのかという理由を知ってほしいと思います。マリアの諸女解体は本当ですか？本当です。本当です。ハナさん、おはようございます。証し行きましょう、イエス様を信じて、イエス様を信じて、生まれ変わった、本当の命を得た。今まで霊的に死んでいたけど、神の言葉に反応するようになった。生きてることが楽しくなった。
生きるって素晴らしいということが分かるようになった。イエス様を信じて生きることの意味、生きることの価値、生きることの喜びを知るようになった証。スタート。シャンさん、イエス様を信じて今朝も信仰における油注ぎを感じています。アメン、アメン。生きていることが素晴らしいと感じるようになった、本当の命、肉体の命だけではなく本当に霊的な命を感じて、神の命で生きるようになった証。スタート。神の命で生きているということを感じるようになった。ボルテックさん、人生は捨てたもんじゃないと思いました。いや、それどころか人生は素晴らしいのです、素晴らしいのです。はるきさん、イエス様の教えをこんなに噛み砕いて説明してくださる牧師はキューちゃんしかいません。ありがとうございます。サケさん、最後の審判でわしは地獄に行くと思います。だとすれば悔い改めてイエス様を信じましょう。まだ間に合いますね、サケさん、まだ間に合いますから、わざわざ地獄行く必要はありません。シャンさん、ジャンクさん、イエス様ののみ私を救えた、イエス様のみ私を愛してくれた、イエス様だけが私を幸せにしてくださる、信じるか信じないかはあなた次第。そうですね、私たちは信じるか信じないか自由がありますが、命を選びましょう。死を選ぶのではなく命を選びましょう。イエス様が毎日の天気をも決められるんですか。そうですよ、そうです。イエス様に全ての罪を許す、かぶせるキリスト教、あのね、私たちがイエス様に罪をかぶせたんじゃないんですね。イエス様が私たちを愛しているので、私たちの罪のために死んでくれたんであって、私たちが罪をかぶせたのではありません。ボンカさん、永遠の命はイエス様から与えられると信じています。昔は霊的に死んでいましたが、今は神様に生かされている、導かれていると分かり、感謝の毎日になりました。この伝道放送と出会えたことも導かれたんだと分かりました。感謝します。アメン。そうですね、私たちはイエス様に導かれて命を得るように導かれてますね。シャンさん、イエス様のおかげで持病の狭心症や高血圧が安定し、落ち着いて生活ができています。よかったですね。ハレルヤ。私は霊的なライフラインという言葉を言いますね。霊的なライフライン、命綱ですね、命綱。私たちは信仰というライフライン、信仰という命綱で、イエス様から命を受けています。信仰がプツンしたら、ね、信仰がプツンしたらもう命が流れてきません。私たちは信仰というライフラインを持たなければ、
永遠の命を受けることができません。多くの人は、ライフラインがないのです。イエス様を信じてこそ初めてライフラインが与えられます。信仰というライフライン、命綱です、ね、命綱。ぜひ皆さん、本当のライフライン、命綱を持ちましょう。多くの人はその罪に生きてますから、地獄ラインって言ったらちょっと語弊がありますが、死のライン、ね、死のラインを持っていると思います。地獄ラインを持っています。私たちは、地獄ラインではなくてライフラインを持ちましょう、ね、ライフラインを持ちましょう。シャンさん、毎日イエス様と一緒に生きていて本当に感謝しています。アメン。ヒコさん、イエス様が地上に現れる前はライフラインがなくても誰も救われなかったんですか？ですね、旧約はまた旧約のですね、契約があります。ですからイスラエルの人たちは、旧約によって救われた人もいるわけです。しかしイエス様が現れてからは新約ですね。新約です。それはイエス様との契約、それが福音と言えるでしょう。旧約はイスラエル民族と神様との契約です。トップさん、イエス様に懺悔したらその罪をイエス様が被るんですよね。一生懺悔しません。いや、トップさん、勘違いしないでください。勘違いしないでください。イエス様が罪をかぶることは、イエス様の命令なんですね。イエス様の命令。懺悔しないで、イエス様に罪を負ってもらわなければ、それはイエス様と何の関係もなくなってしまうんです。ですから、イエス様に罪をかぶせたくないという気持ちはわかります。でもそれは逆なんです。逆なんです。悔い改めないで信じない方が、悔い改めないで信じない方がイエス様の心を傷つけてしまうんですね。悔い改めて信じる方が、悔い改めて信じて方が結局はイエス様が喜ばれるんです。トップさんの気持ちはわかりますけど、大事なのはイエス様の心ですね。イエス様の心はどうかということが大事なんです。ジャンクさん、サタンですら。ユウさん、ユウさんのコメント悪コメじゃないですよ。どうしてですか？ユウさんのコメントは全然。最近人の態度やちょっとした言葉に気づくようになりました。ああ、そうですか。許しましょうね。許しましょう、許しましょう。大丈夫ですよ。サタンですら私の信仰の灯火を消すことはできない。なぜなら罪を犯しても何度でも悔い改めイエス様に懺悔し、聖霊様が私の心に入ってくださると信じているからです。アメン。シャンさん、イエス様のおかげで隣人や兄弟姉妹のために命がけで御言葉を伝えていくことを知りました。アメン。神の愛の性質はイエス・キリストの十字架に表されています。アメン。本当の愛は少しも己の利益を求めません。アメン。それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、本当の命っていうのがあるんだ。肉体の命が本当の命ではなく、本当の命、それは、神に対して生きる、神の命と生きる。肉体の命は
その本当の命を表しているものに過ぎなくて、本当の命があるんだ。肉体の命は本当の命の影であって、本当の命じゃなくて亡くなる命、肉体の命はなくなりますよね。永遠に生きることはできません。だから肉体の命は本当の命じゃないんです。永遠に生きる命こそ、永遠に生きる命こそ本当の命です。あ、海老原さん、おはようございます。はい、本当の命が欲しい、本当の命があるんだったら、永遠の命があるんだったら本当の命が欲しい。罪を悔い改めてイエス様を信じて本当の命が欲しいと思う方、アメンと言ってください。本当の命が欲しい方、天国で永遠に生きたい、地獄に行くことを第二の死と言いますが、肉体の死が第一の死で、天国に、地獄に行くことが第二の死と言います。私たちは第一の死はあるかもしれませんが、永遠の命があれば第二の死がありません。つまり地獄に行かないということですね。死なないで天国に行きたい、死なないで天国に行きたい人、アメン、アメン、アメン。ポルテックさん、僕はイエス様についていきます、僕はイエス様についていきます。素晴らしい、素晴らしい。リュウビさん、あまり長く生きたくはない。それはね、リュウビさんね、不完全な状態ではね、例えば病気とかそれで長くは生きたくないかもしれません。でも完全な、完全な体になって、完全な体になって永遠に行きますから大丈夫なんですよ。心配いりません。なぜ人を争うんでしょうか。それはですね、悪魔に騙されてるからですね。悪魔は争うように仕向けてるんです。罪に生きると結局争うようになっちゃうんですね。花本さん、おはようございます。花本さんじゃないね、なんて読むでしょうね、花根さんでしょうかね。花根さん、花根さん、おはようございます。天のお父様、感謝します。私たちは、サタンに騙されて罪に生き、肉に生き、憎しみに生きていました。しかしそれは結局は自分を蝕み、周りの人を蝕んでました。それは死に向かっていたことです。霊的に死んでました。霊的に死んでました。イエス様、どうぞ、アーメンと言った方々が本当の命、永遠の命を受けますよ。イエスキリストを信じて聖霊を受けるならば、聖霊を受けるならば永遠の命を受けることになります。アメンと言った方々が、生き方を変えて罪に生きる生き方をやめて、イエスキリストを信じる信仰の生き方に決心して、永遠の命を受けますよ。永遠の命を受けて、将来地獄に行かないで天国に行けるように導いてください。イエス様、どうぞ一人でも多くの人が、一人でも多くの人が生き方を変えて、天国行きから、地獄行きから天国行きに変わりますように、地獄行きから天国行きに変わりますように救ってください。そして本当の神の命で生き生きと希望を持って天国に行くという希望が本当の希望です。その希望に満ちて喜びを持って神の命で生きることができますように。神の愛で、神の愛で生きることがどれほど素晴らしいか、神の命で生きることがどれほど楽しいか、どうぞ、リスナーの方々が一人でも神の命の素晴らしさ、神の、命の楽しさを
味わうことができますように。人生は素晴らしい、生きていて素晴らしい、本当に、神様、私たちを作ってくださり、また神の命で生かしてくださっていることを本当にありがとうと喜び踊るようになりますように。生きていることが本当に感謝となりますように。ものすごい喜びと、ものすごい賛美と、ものすごい感謝になりますように、命を豊かに豊かに与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、今日も、その死んだような日々ではなく、命にみなぎる日々、喜びに、みなぎる日々でいきましょう。あ、カノンさん、あ、カノンさんいらっしゃい、みずこさんいらっしゃい。それじゃあまた、夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました、ありがとうございました。シャローム、シャローム、良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム。